デジタル分野の急速な技術革新など社会・経済環境の変化が著しい昨今、今世の中で求められているのは新しい価値を生む力です。私たち竹中工務店はお客様のニーズに応えるソリューションを提供するため、新価値創造と生産性向上を目指し、オフィスのリニューアル工事を進めてきました。そして2019年、ここ竹中技術研究所もお客様ニーズにお応えし、豊かな未来を目指すために生まれ変わりました。今回の竹中技術研究所リニューアルのコンセプトは2つ、クリエーション、そしてイノベーション。研究員一人一人の創造性が高まる環境と、オープンイノベーションを促進する環境を持ち合わせることで、新価値創造力の向上を目指しました。それでは新しくなった竹中技術研究所をご紹介します。リニューアルした技術研究所は ABW という考えのもと、家具・内装による多様性と建築設計による多様性を掛け合わせることにより、創造性を刺激するさまざまな空間を構築しました。研究員のワークスペースは適度な明るさと吹き抜けで、空間の広がりを感じられる場所になっています。新たな研究開発のヒントやひらめきが生まれる場として期待されています。また仕事内容やその日の気分・体調に合わせて自由に仕事環境を選択することもでき、満足度の向上につながり、持てる力を最大限発揮できるよう工夫されています。研究員が素早く集まりミーティングができるエリアは、明るさや遮蔽感にバリエーションを持たせたさまざまな空間を用意しています。周りの目を気にせず一人で集中したい時の集中ワークエリアも設置されています。景色が見える明るい空間や、三方を囲われたブースタイプの席など多様な集中環境を用意しています。またごく短時間の仮眠が取れるエリアも準備しています。研究員の健康と作業効率アップが期待されます。1階には吹き抜けのある開放的なカフェスペースも配置しています。ライブラリーをはじめ多様な家具で構成されており、簡単な打ち合わせや研究員のくつろぎの場として人が集います。ワークスペース中央に配置されたシンボリックな木彫の大階段は、講演会やイベントに使用可能です。ちょっとしたワイガヤにも使え、研究員相互の交流の場としても役立っています。3階には晴れ晴れとした気分で執務が行える屋外スペースも設けられています。研究員の心と体に優しい空間づくりを実現しました。リニューアルした技術研究所では、複雑化する社会課題の発見や解決策の創出につながる深い対話の促進と、研究資源のオープンな活用を実現できる空間を整備しています。展示エリアアイファームは、竹中の多くの保有技術や研究員の専門性を理解いただく展示ゾーンと、お客様とのコミュニケーションの場として緑を多く配したグリーンラウンジなどからなり、
お客様の課題を発見します。ここは社外研究員が滞在しながら、技術研究所が保有する研究資源をフルに活用し、研究員とともに課題解決に取り組むことを目的としたスペースとなっています。オープンなコミュニケーションと論議が加速します。調べの森は研究員の憩いの場であるとともに、生物多様性保全の研究をはじめ、地域や NPO と連携し、社会課題の解決に取り組む場となっています。このように固有技術を共有し、課題を解決する場と仕組みをリニューアルにより整備し、従前の資源である研究人材、解析ツール、実験装置とともに活用することで、オープンイノベーションを進めます。自由な空間、発想で新たな価値を創出します。2つのコンセプトのもとリニューアルした竹中技術研究所。家具、空間構成、温熱、光環境など多様性に満ちた執務スペースを構築。働く人の心の健康を保ち、活発な交流を促すことにより新たなひらめきを生み出す、そんな空間デザインを実践した竹中技術研究所。竹中技術研究所は、新価値創造力を高めることで、お客様と共にさらなる豊かな未来を目指します。